はい、どうもタンタン札幌店です。今日はこちらキワヤさんのウクレレですね。キワヤブランド、こちら久しぶりに入荷してまいりました。テナーサイズ KPT の 1ME というモデルですね。非常にシンプルなデザインのこの KPT の1というシリーズのさらにマホガニーモデルですね。 M ですから、はい、こんな感じの非常にシンプルデザインの一本でございます。非常にクリアで綺麗なサウンドですね。もちろんテナーサイズ、ローの、ね、パワフルさも感じられるんですけれども、どちらかというとこうスカッとこう抜けのいいテナーサイズのサウンドなのかなと。そんなにマホガニーなんですけれども、極端に、まあ、甘く柔らかくはなりすぎず、非常に明るい感じの音がポジションのこの辺の音もね、すごいクリアに出ますね。まあ、そのあたり、まあ、楽器構造的なところももちろんあると思いますけれども、こう例えばこのジャンボフレット、大きめのフレットが打ったことで非常に抑えやすく音が出しやすいですね。クリアな音が出しやすいっていうのかな。一個一個の音をすごく綺麗に出したい方なんかは、非常にこう大きめのフレットっていうのがね、扱いやすいんじゃないかなと思います。あとは気持ち広めのね、この芝ナット幅、これも弦間がね、非常にスペースがあって、弦に対してこう指の収まりが非常に良いかなというところもあります。かなりね、こう演奏性っていうのも考え抜かれたそんな一本なんじゃないかなと思います。あとね、ストラップピンも最初からウクレレとしては、ね、珍しいですけれども打ってありますので、この辺り立って演奏する方、もしくは座っててもね、ストラップつけた方がやっぱり位置が安定するので使いやすいという方も多いと思いますので、そんな方も最初からストラップつけられる、そんな仕様になっております。はい、ということでこちらキワヤさんからテナーサイズ、久しぶりにこのモデルも入荷しました。日本製がね、結構みんななかなか数が上がってこなくて入っておりませんが、こちらも久々の入荷ですね。 KPT の 1ME というものですね。マホガニーボディの EU、 最後の EU はね、エボニーシマ、エボニーブリッジとなった、こういった仕様でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。